自分で調子がいいのか悪いのか分かんなくて、なんか雑誌に出れば出るほど調子悪くなってくるんですよ。どういうことかな。ただ一方で小手先の技術はどん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 できるようになっていくんで、まあ、前よりかは雑誌に乗りやすくなっていくと。やってることの意味がよく分かんなくて、でようやく僕はなるほどなと思ったのは、自分以外の誰かの役に立って仕事なんだと、学術論文に出して業績のリストを増やしたいって自分のためにやってるだけなんで、これ実は仕事じゃないよなっていう。で世の中うまくできてんなと思ったのはですね、自分のためにやってることって 2,3,4,5 年はできたとしても人生も仕事も長いじゃないですか。人の役に立ってないと持たないっていうことがうっすら分かり始めたのがその頃なんですよね。自分以外の誰かにとって役に立つもの、これが仕事で、自分のためだけにやるのは趣味だ、こんな当たり前の原理原則分かるまでにですね、相当時間かかったなっていうふうに思います。